早朝の公園で気球の順番待ち中の一行。乗船まであと何話かかるの？冷た、霜が降りてる。待ちぼうけ。おー、冷たいぞ。寒い。すごい。寒いわけだ。北海道銀行のロゴが映るようにしないと。そうですね。北海道銀行からお仕事が別に来るかもしれない。別に現状我々は関係ないですよね。どんみんでもない。気球はなんで飛ぶか知ってますか？飛びたいから。そこに気球があるから。ああ、素晴らしい。気球は青かった。気球は青です。気球は青くはないけど。上の方は青いですよ、上の方。確かに。気球は青かったって言うほど青くはないけど。ほら、多分空の色が青いから。そこに紛れましたかね。なぜ火をつけると飛ぶか知ってますか？なんか。みたいから空気を膨張させて温度みたいな感じでした、ね、熱でちょっと僕は分かんないんですけど、なんで飛ぶのか。暑いものはね、上に行こうとするから ね空気が温まると上に行くんで。おー、結構上に登ってる。みんな勉強になったな。こんなふわふわとした会話がふわふわしますからね。あ、一本取られた。ふわふわ。これはまずいな。空飛ぶまでに一本取る予定だ、これは。そうそう、確かに。飛ぶまでに、これはやばい。一本分ですよ。飛ぶまで編が、飛ぶまで編で1週間作ろうとする。なかなかうちの生まれじゃ鋭いですね。あれはもうトークで頑張んなきゃいけないやつですね。私はこれあの、さあ乗るぞ、さあ乗るぞっていう瞬間にスローモーションって第一話から感想です。だから死ぬんじゃん、もうそれ。孫をことなき待ちぼうけ会ですからね、これはね。そう、いろんなところでこう支えられて飛びすぎないように。ああ、安全面まで上がってる。考えて最悪ここからなら落ちても死なないですかね。いや、あ、まあ、死ぬ。いや、落ち方によってはもちろんあれですけど、5点着地法を使えばいけますよ。ここからこう来てか、あの膝、腰、肘、肩、手でゴロ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 といけば、あれだ、あの全ての衝撃が伝わりきる前に、はい、あの二人の極みみたいなやつでしょ。そうです。ダダダダダっていけば下柔らかいし、ほんと最悪。ジャッキーチェンでかろうじて骨折ぐらいじゃないですか。それ俺ら死亡じゃん。このって下から見るとそんなに高くないじゃんって思いますけど、上から見ると半端なく高いですもん、ね。ま、そもそもその近さを感じるときって、周りに何かあるときがあるとまあより怖いんだけど、どうなんだろう、だだっ広いからそんな怖くないかも。でも僕、本当釣り橋とか NG なんですけど、大丈夫ですか？あれ、高いところ苦手ですか？橋じゃないんで大丈夫ですよ。高いところは得意ではない。不安になっている。あ、そんな高くないんで大丈夫ですか？あ、じゃあ、下で待っててください。それもそれでなんか寂しいから。じゃあ行きましょうよ。一人ぼっち恐怖症でもあった。じゃあより我慢できる恐怖を選んでください。高い場所も高所も恐怖症だけど、一人ぼっちも恐怖症だから。でもなんかパラセーリングとか海の上パラシュートで飛んでると、周りに何もなさすぎて高さの実感ないんだよね。あ、パラセーリングもやってみたいんですよ。パラセーリングもやるんですか、清水さん。まああれやるっていうか、普通のアトラクションというか、海に行けば私はいつでも飛べますけどみたいな。いやいやいや、あの普通にモーターボートで引っ張ってもらって、うん、でパラシュートつけて、はいどうぞって風に煽られながら空を飛ぶみたいな。そう、僕はいつかやってみたいという憧れを持っていたのに、沖縄でできるよ。そうでもないよみたいな。沖縄でできるよ。なんかやってみたいことってあるんですか？やってみたいのは、でもまあそれこそパラセーリングとかもやりたいですし、パラグライダーこれやってみたいんだよね。バンジーやってみたいですね。スカイダイビング、ちゃんと怖いでしょうけど。スカイダイビングは怖いだろうね。ちゃんと怖いでしょうけど、そういうのやってみたいですね。あと僕、何気にサーフィンやったことあるんです。あ、波、うん、でマリンスポーツですよね。ダイビング、ダイビング、あれいいんじゃないの、水の中のダイビング。
こう引っ張られて、特技にスノーボードって書いてましたけど、あれなんて言うんでしたっけ、スノボやってる姿って映像であるあるあるんですよ。ああ、パラセーリング集合と一緒に一緒に行ってるんです。なんだったら CM 張りの写真を撮ってバズってましたから。へえ。中村さん沖縄出身なのに、あ、だから慎吾がやったことないからっていう。ああ、でもあれ人生2度目です。1回目の時はソロで行って、へえ、カリトン行った時は2回目か。なんだっけ、なんかあの一人でやっててもなんか どうやったらいいか分かんないからできる人を一緒にみたいな。そう、1回目の時はちゃんと先生ついてもらって、はい、レクチャー受けたんだけどでもあいつ普通に滑ったよ。普通にうまかったですね。でも何よりも清水さんがスキーでこう履きながらこうずーっと並走して撮ってるのと、すごい大変なんですよ。カメラマンがすごいんだなっていうのは。そう、カメラマンってそんなスキルがあるんですか、清水さん。すげー。登山系の番組とか。そうですね。ああ、登山はきついね。あんな重たいの持ち運んで一番大変ですからね。片手塞がり、ひたすら両手塞がり。でも何があっても己のこの辺がこうスパッと切られようともカメラと映像だけは死んでも守るという。どんな状況？結構いろんな状況で撮影はしてる。雪山を滑りながらとか、ダイビング中とか。それは相当、気球はまだでしょうか？ダイビング中の撮影はね、結構慣れてきた。そしたらあの、そうか。あとは火の中ですかね。火の中か。カメラが耐えられない。火の中、水の中、草の中、山の中、森の中。いや、ポケモンね。あとそう思ったんですけど、はい、ミッド、神の章のミッドドライブじゃないですか、はい、必ずレッツって入れてますよね、はい、だから神の章のレッツミッドドライブになっちゃってないかなって。あ、じゃあそこ無理やりつまみましょうか。全然つまむんですか、そのあのタイトル。それはそれレッツミッドドライブ。そう、なんかそれなんかお決まりになってるじゃないですか、そっと知らないうちに。そうです。これからあのらもしあのスケジュール的なとかなんか僕が行けなくて誰か別の人がっていう時も必ずやってもらえますか。あ、そういうのあってもいいんですね。スケジュール合わないみたいな。え、ダメ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 、ない方がいいんです。レッツミトドライブ行ってくれる人であれば、あの今天の声で純ちゃんにも行ってもらえますか。天の声でレッツミトドライブ。だから番組はレッツミトドライブなんですか。カリノショーのレッツミトドライブなんですか。え、いや、カリノショーのミトドライブです。これから行くぞっていうこのあれですよ、あのそういうこと、ね、VTR 回転みたいなやつです。うんうん、うん、ズームインみたいなやつです。トイトル名はズームインスーパー。ミトドライブにこれから行くぞっていう意味のレッツミトドライブだね。何がおかしいの。もうただの僕の煽りカットになりましたね。ちょっと待ちすぎてバリエーションが出てきた。カントマイムの階段やってもらっていいですか。アングルまで変わっちゃった。これは相当待ってるな。お、なら歩いてる人ですね。あの、その足の部分が全部映ってるから、ね、そうでしょ。その胴体だけじゃなくて、ここ足から全部映ってるから。ここから上じゃないの？ここから上じゃ。ここから上じゃなかったの？なんかね、でも足もしっかり映ってるからね。やっぱ歩いてる人だよ、考えると。それだったらまだ大丈夫だなってことだ。見えるわけないでしょ。は、走っていけば見れるかもしれない、残像で。あ、そっか、大丈夫、ラグがありますか。そう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 、うん、0.1 秒くらい。あ、今僕の腕だけ見えましたよ、今。そうだね、うん、腕だけ見えました。はい、これで1本1本いきましたよ。画角変わったからまた新鮮味がありますよ。本当にマジモキさん遊んどるやん。帰りの層のパントマイム編が今1本1周にわたり繰り広げられました。パントマイムちょっと尺足んないからもうちょっとやってくんないと。あ、うん、そう、あ、そう、大事大事。恐れていた事態が、はあ、寒っ寒っ冷た。はい、針の綱引きは綱引きですか。こうですね、よっよっ。ほんと周りの子供が見てますよ。こんな大人にならないで。あ、そのもそのも。し、見たらいけません。気づきだけ安いけど、まあいいや。この大人は一体何してんだって。まあ、暇だからしょうがない。立派な大人ですよ、これでも。
カビの恥はかき捨て。でも予約時間に行ってもやっぱ待ち時間が発生するんですね。水も持ってくれなくなった。寒くて腕にポケットに手入れたくて寒い。なんか謎のセルフ撮影みたいになってるけど。さあと今次の方がどのぐらい乗り込みまして、で残りはとりあえずそばまで行きたいですね。次の方こちらへどうぞ。あ、そうですね。確かに。ちょっとじゃあ眠くなってんじゃん。ちょっと欲しい欲しいですね。いやほんもうマジで寒い。もう寒い。本当に思うのがいい、今来ても乗れたんじゃないかって思ってます。確かに。まあでも来たら終わってましただとね。確かに。さよなら。それはそうと、こんな外の寒い中なのにみんなおしっこはいいのかな。もうあれ列並び直しですね。並び直しですね。割と膀胱メーターと戦う未踏ドライブだけど今回。どうも始まりました、カイノショーの未踏ドライブ。今日で、気球に乗ろうってなってから5週目になりましたね。いやー本当にね、長いことこの皆さんお待たせしているのは分かるんですけれどもね、ここから先は本当に素晴らしい景色が待っていますので、まあ、いや割とついてから待ってるよ。2週後ぐらいですかね、乗るのは。ですけれども、楽しみにしてくださいね。あーどうもどうも、ちびっこが僕を指さしていました。全部妄想です。だって清水さんトイレ行くで1本ですから。そうです。あああでもちょっと走ったらちょっと暖かくなりましたね。じゃあもうちょっと暖かくなりましょう。あ、はい、暖かくなるようなこと言ってもらっても、え、それもう絶対寒ってなるやつ。心温まる小話でも。ああーハートフルなストーリー、はい、ハートフルなストーリーですか。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは川をどんぶらこ、え、おばあさんが川で洗濯に、おじいさんは山を芝刈りに行きました。すると川上から桃がどんぶらこパカンと割ってみると玉のような赤子が飛び出してきました。その赤子の名を桃太郎と名付け、なんやかんやと育てた結果鬼を倒すスーパーヒーローになりましたとさ。めでたしめでたし。いやもう全部終わっちゃったじゃん。あったまったですよね。本当あのコロナ禍でやっぱ外出できない子供たちとかが、はい、今の朗読を聞いて本当楽しめるかなって思いました。何絆生まれてんだよ。またあの一番ヨザさんのこのワードで聞きたい部分が気球の号で書き消されました。朗読コンテンツはねやっぱ YouTube でも鉄板ですから。そうですね。これあの未踏ドライブしながらこうこの マイクに向かって1分で分かる朗読みたいな、ファスト映画みたいなね。そうです。いいですね、そういうの。なんやかんやあって機械の体になったのがアイアンマンです。それはもうね、それはプロフィール紹介みたいなもんよ。なんやかんやあって、氷漬けから解凍されてスーパーヒーローになっているのがキャプテンアメリカです。だから未踏ドライブって言いつつドライブだけじゃなくて、はい、もう PPAP で100万回再生いってるんでしたっけこれ。あ、そう言ってます。歌唱、うん、歌ってみた動画があったり、うん、朗読動画があったりいろいろね、そのでしかもためになる話とかもしてますからね。頭良くなる、ね、その歌ってみたあったな。ね、っ PPAP 全世界の人聞いてると思うんで、うん、そうですね。今の桃太郎もね、はい、だ多分これではねまたジャスティン・ビーバーがナイスって言ってますか。そうですね、うん、またこれバズりですよ。
もう奥行くんじゃないですか再生数そろそろ。そしたらもう本当、うん、もう毎週ミトドライブ行けますよ。毎週のように毎週行きますよ。他の仕事どうすんの。もうだって前全部奥行ったらもう他の仕事投げ捨てて、でももう YouTuber として食っていける。 YouTuber として確かにね、これがちゃんとバズってる、奥行ってたらね。そうですね、奥行ってたらマジでやばい、マジで行けますね。ちょっと夢は広がりますね。夢は広がりますよ。 YouTube というのはもうドリームですか。 YouTube ドリーム。あじゃあそれを今からちょっと作りましょうか。何作りに行ったんですか。それってのがどれ。いやーバズりましたね PPAP 動画。ちょっと今飛距離足んないからもうちょっと遠くまで。もうちょっと、はい、もっともっと。じゃあ気球の様子でも次っぽいんで僕ら。お、そろそろ。そうなんですよ、次なんですよ多分。あ、そろそろですか。次の方って多分呼ばれると思います。僕を取ろうとせず気球を取っていますよ。あれ上の方にガチ気球が飛んでますね。あれカメラ、カメラバズりましたね。 PPAP 動画なんと、これを放送されてる、配信されてる時点でもう3億回突破。本当に皆様ありがとうございます。英語でも、英語でも言わないと。 Thank you very much. I haveCarefree. I have eat delicious money. いやバラエティだったらここでパッと切って peaceful by the way. Justin Bieber. Good luck.あれこれもしかしていよいよ、いよいよ、いよいよですか。もうなんか次の番だって。気球に乗るまででもう早2ヶ月経とうとしてる。はい、50分回っております。寒さをしのぐために公園で楽しく遊ぶ狩野翔。あれあれ、気球に乗りに来たはずなのに公園で楽しく遊ぶ狩野翔。そろそろ乗船できるはずっていう感じなんですけど、いやー清水さんいっぱいあったよ。編集でぶった切ってあ全部言わせんのかいとかね、あのツッコミ待ちをするような編集ポイントがたくさんあったように思いましたが、豪華ですね。全てを流したということで、まあでもね、次がミトドライブチームの順番のようですので、とても美しい、北海道の大地が見ることができるんじゃないでしょうか。皆さんお楽しみにしていただければと思います。次回、十勝の空へフライハイ、レッツミトドライブ。